ツイコのキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤッキンです。カントでーす、はい、今日はロゴスさんから来てる天然岩塩、これちょっと試してみたいと思います。はい、でこれが岩塩焼きができるみたいなんですよ。今、うん、YouTube で時々やってるんですよ。あ、結構やってるっすか。はい、今この上で焼くみたいなんですよ。で一応専用のこういうケースも売ってます。じゃあこれちょっとこれで肉焼いていきましょう。焼いていきましょう。じゃあ塩コショウいらずですね。塩コショウいらずなんです。塩コショウいらず、こんな感じでめっちゃ綺麗ですよ。光の反射すごいななんか大理石みたいな。じゃあこの上に肉置きますね。黒毛和牛まず温まってなくないですか。あ、確かにこれどれぐらい待ってから置くのがいいんだ。プレート全体に熱が回ったら食材を乗せて食材を焼きますって書いてます。これが熱くならないといけないですね。一回そこのあれで一回熱してからこっちに移動させるっていう方がいいかもしれない。バーナーで焼いてみます。そうそう、バーナーで一回熱してから。バーナーでちょっと焼いてみましょう。もうチート技ですね。割れないように気をつけないと。ちょっと音がしてるっすよ。カラカラ。怖。熱っ。あ、めっちゃ熱いっす。オッケー。じゃあもう焼いてみますか。黒毛和牛。これが、まあ、美味しく焼けるだけじゃなく、なんか余分な油も吸ってくれるらしいですよ。へー。だから健康にもいいそうです。じゃあ刺しが入りすぎててもあまり胃がもたれない的なね。あ、そんな感じですね、多分。何の音もしない。いやでもこんなもんじゃないですか。まあ、炭ってこんなもんですかね。あーあー、いけ、あー、焼けてる焼けてる焼けてる。意外とすぐ焼けてるし、ね。まあ、みんなが想像するようなバーベキューにはならないね。なんかカラカラカラっとちょっとちっちゃい音がしてます。なんかこの塩。視聴者に伝わる音が出てるのかな。ではない。あ、でもこっちよりこっちの方が早いのかもしれないですね。さっきやめたからね。ああ。そう、バーナーでしっかり温めて。そうそうそう。当たらない部分がやってないから、ここら辺はもうでもだいぶ黒毛和牛だからワンちゃんもう食えそうだけど、もう食べてみます。こっちが全然やってない。軽く揚げますか。軽く揚げます。皮膚希望で。めっちゃ飛んでるっすもん。大丈夫です大丈夫です。もう気にしてたらキャンプできないです。あ、来た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 。もう食べれるような感じあるっすよ。食べますか一回。一旦ね。一旦食べましょう。一旦食べましょう。本当に味がちゃんとするのか。塩の味がね。あ、これめっちゃ明かり真っ白になってる。真っ白。あ、全部飛んでる。全部飛んでる。光が全部。なんで？白だからでしょ。これとりあえず食べますね。ちゃんと塩の味してますよ。ちゃんと塩の味する？ちゃんと塩の味してる。しかも美味しい塩の味してる。岩塩ですかね。岩塩の。いただきます。塩の味してません。ちゃんと塩の味する。でも、しょっぱい。しょっぱい。これあと、もう一個の使い方があるんですよ。うん。これを、岩塩をこの大し金で削ってかけることができます。もうすでに、しょっぱいのに。しょっぱい。やってみましょう。ちょっとやってみましょう。ちょっとね。ちょっとやってみましょう。掴みづらいな。掴みづらいですね。よし。あ、でこれでおろし金が貧弱。お、でも全然取れた。めっちゃ熱い。え、削れてるか。あ、でも削れてる。あ、ちょっとずつね。削れてる削れてる。で下には落ちないパターン。これを。あ、よりしょっぱいっす。よりしょっぱい。それあの自分のコメント入れますよ。一応一応試してみます。一応っすか。これね、削ったやつをつけますよ。つけてください。いただきます。しょっぱいっすね。うん、もっと美味しい食べ方あったはず。乗せるだけの方がいいっすね。うん、乗せるだけが黒毛和牛のもったいない感が、もったいない感あるっすね。ちょっと塩つけすぎでしたね。
じゃあこれはまあこれとして専用のロゴスの入れ物があるんで、ゴム製なんだ。これに入れて、シリコンみたいになってですね。ただ多分すぐ入れると溶けちゃうんで、後でこれに入れて持って帰ります。では今日の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。ではまた。